古谷徹、古谷徹、古谷徹、る、1953年7月31日体は、日本の声優、俳優、ナレーターである。青鬼プロダクション所属。横浜市磯北生。関東学院六浦高等学校、明治学院大学経済学部小学科卒業。体重 55kg、別名義に青月昇る、草月昇るがある、工術。 代表作に、巨人の星、星ヒューマ、機動戦士ガンダム、アムロレイ、ドラゴンボール、ヤムチャ、聖闘士、聖夜、ペガサス聖夜、美少女戦士、セーラームーン、千葉マモル、タキシード仮面、機動戦士ガンダムレイレイ、リボンズアルマーク、ナレーション、名探偵、コナン、アムロトール、ワンピース、サボトーがある。自動車、番組、 カーグラフィック TV の2代目ナレーターを1986年から務め、さらに報道番組、クローズアップ現代のナレーターを2016年4月から務めている。幼少時代に劇団ひまわりに入団、子役として活動していた。5歳の頃にアナウンサー、歌手志望だった母親が子に夢を託す形で古ヤを児童劇団に入れる。入ってすぐに、 ウルトラ Q やマグマ大使などのドラマ出演を果たし、古谷自身も大好きなヒーロードラマに出れて嬉しかったという。10歳の時にローマに咲いた恋で声優デビュー。1966年海賊王子のキット役でアニメに初出演した。中学在籍時の1968年からはアニメ巨人の星で主人公の星ヒューマ役を担当。 声優としてデビューしてからも子役俳優としての活動を続けており、1967年の加山、雄蔵主演映画、俗、どこへなどに出演していた。また、ウルトラ9代13は、ダマにも出演している。巨人の星の放送終了後、学業優先のためしばらく休業、ただしレギュラーではない単発での声優の仕事は、不定期で行っていた。 関東学院無通浦高等学校卒業後の明治学院大学経済学部商学科在学時代に鋼鉄ジーグの芝中役で活動を再開。1979年には機動戦士ガンダムで主人公のアムロレイ役を担当。1980年代、1990年代にはドラゴンボール、聖闘士、聖夜、美少女戦士、セーラームーンなど、 社会現象を起こしたヒット作品をはじめ多くの作品でレギュラーを演じた。2000年代以降はかつてほど出演はなくなったものの東廃伝説赤毛闇に舞い降りた天才など散発的に作品に出演している。2008年にはキャシャンシンズのキャシャン役で久々に主役を演じている。ガンダム関係の番組を中心にテレビ番組に顔出しで出演することも多い。 2012年からは、名探偵コナンで、人気キャラのアムロトール役を担当している。声優アワードにおいて、2008年、第2回に、富山隆史賞を、2010年、第4回には、シナジー賞を、2019年、第13回には、助演団優勝を受賞した。巨人の星では、作中年齢に近い星ヒューマを15歳の古谷が、熱血に演じ、 大きな反響を引き起こす。その後は、アムロレイ、ペガサス星や、鋼鉄ジーグのシバチュ中や、ドラゴンクエストのあるなど少年ヒーローの主役を多く、こなし、主役以外でも、ドラゴンボールのヤムチャ、美少女戦士、セーラームーンの千葉守る、タキシード仮面など、正義側が主である。小ワイ色を変えて演じることは少ないが、性質は同じでも細かいニュアンスなどを変えながら、演じ分けている。 映画、ゲゲゲの鬼太郎大怪獣に、赤又役で出演した際には、それまで演じてきたキャラクターとは異なる陰険な声も、使用した。悪役を演じる機会は少ないが、赤又の他に、我が青春のアルカディアム元気道、SSX の、ミスターゾーン役、OVA、超時空要塞マクロス2、ラバーアッツアゲインマイナスのフェフ役、銀河英雄伝説の、 アンドリュー・フォーク同盟軍巡承役などを担当したことがある。また、ハイスクール。記念組では、変人キャラクターの春曲ドン、春、マゲドン。GTO では、変態教師の手シガワユとガンダムオタクの白井木馬、UG、アルティメットガールでは、エロキャラクターの u ーマン、京極夏彦公設百物語や、毛量の箱では、色物系のキャラクターも担当している。ウンリアでは、 権力を得て善人から悪人に堕落する主人公イズウを演じた。また、高橋留美子作品でも常連の声優の一人で自身が主演を務めた一ポンドの福音をはじめ、ウルホ星やツラ、犬夜叉などアニメ化された高橋作品に数多く出演している。ナレーション業としては、カーグラフィック TV を1986年から担当している。 東海伝説赤城闇に舞い降りた天才、機動戦士ガンダムレーレ霊などのアニメ作品のナレーターを担当すことも多い。吹き替えでは、ユンピョウの担当が知られ、大滝信也と分け合う形となっている。音楽面では、1977年に声優仲間とバンド、スラップスティックを結成、古谷はドラムを担当。キャニオンレコード、現、ポニーキャニオンより、意地。 ワルバーさんのテーマ曲、ボクパタリロのエンディング曲、クックロビーオンデなどのほか、11枚のアルバムを約10年の活動中にリリースした。その後解散したが、メンバーだった、ソガベ・カズユキ、鈴置ヒロが2006年に相次いで死去したことに際し、追悼ライブを行っている。ソロでもビクターレコード、現、JVC ・ケンウッド・ビクターエンタテインメントから、 1980年、トルページ1、1981年、トルページ2、1982年、トルページ3、1983年、ハーツと4枚のアルバムをリリースした。アニメソングでも主演作の、ドラゴンクエスト勇者、アベル伝説の第2部にて、オープニングテーマを歌っている。この他、ヤムチャ、ドラゴンボール、タキシード仮面、美少女戦士、セーラームーン、 カスガ・キョスケ、気まぐれ・オレンジ・ロード、坂本・工作、ストップ、ひばりくん、無限新人、特装機兵ドルバックなど、持ち役のキャラクターソングも多い。2008年に自身名義としては、初の CD、前述のアルバムは、レコードの時代に制作され、現在に至るまで未 CD 化、ミニアルバムとなる、ヒーローズ・ツーマイ・トレジャーを発表した。本人は、 自分の役作りについて、まずは情報収集であると語る。キャラクターについて、手に入る情報はすべて頭にインプットする。キャラクター表を見て、同じポーズをとってみる。例、ヒーローであれば、目つきやポーズといったようなことを、自分の体にコピーしていくのだという。また、インプットした情報は忘れないように台本の余白ページに書き込み、他の役の設定もメモをしておき、 自分の役との関係性をはっきりさせておくとのこと。また、自身でこのセリフをこのトーンで、こんな雰囲気で喋ることは決めないようにしている。本人は、アフレコ現場で監督と話し合って作り上げていく、ものだからと公言している。公式サイトでのプロフィールでは、かつて青年月日を 19xx0731 と、少年を伏せて表記していた。現在は、 1953年7月31日と表記している。2013年に還暦を迎えたが、髪が長めで顔が30歳代から40歳代に見えるため、若く見られることもある。自身の演じた役柄の中で、熱血ヒーローの集大成は、正当時、聖夜のペガサス聖夜を挙げている。自身の年齢から、これがおそらく僕の最後のヒーローになるとも語っていた。 巨人の星に関しては、当時、子役時代ファンでアニメ化するのが楽しみだったが、まさか自分が星ヒューマをやるとは思わなかったと語っている。素顔では暴れ八着にゲスト出演したこともある。役名こそ違ったが、そのまま声優の役であった。芸能人だから学業がおろそかになると言われるのを嫌い、高校と大学時代は一切の活動を停止していた。 卒業が決まった後の復帰作が、鋼鉄ジーグの主人公、芝中である。様々な媒体のインタビューで、今まで演じた、最も好きなキャラクターは、気まぐれオレンジロードのカスガ京介と答えている。逆に、自分が演じた中で一番嫌いなキャラクターは、銀河英雄伝説のアンドリュー・ホーク順賞とのこと。そして、一番自分の地に近いキャラクターは、 ドラゴンボールのヤムチャとのこと。テレビアニメ、美少女戦士、セーラームーンシリーズでのタキシード仮面役は、タキシード仮面は、今までになかった美味しい役と評している。今までやってきた主役はヒューマにしろ、聖夜にしろ、ほとんどが、底辺から這い上がってくるタイプでしたから。しかも皆、サブキャラとかライバルとか、たまに出てきて一言二言だけの脇役に人気を、さらわれていましたし、 そんなわけで力いっぱいキザにやらせてもらっていますと放映当時にコメントしている。アフレコの際も非常に乗り気だったようで、第10話の運転手は私だや、セーラームーン R のキャラクターである月影のナイトが去り際に残す、俳句、川柳など台本にはなかったアドリブを随所に織り込んでいた。美少女戦士、セーラームーンシリーズで千葉守を演じていた頃、 古谷に長女が誕生。これを祝う形で、テレビアニメ第53話では、エイト主人公の月のウサギが、一時的に赤ん坊を預かり保育に奮闘するというアニメオリジナルの話が制作された。当時、テレビアニメは原作に追いつくことを避けるため、魔界事編としてオリジナルの展開が続いていた。実家は豆腐屋、お父さんの家業は何と問われると、素直に、 ま、紙入れずに、豆腐屋です。と、真面目に答える誠実さと、すがすがしさが魅力だったと、かつたひは語る。古屋は現在でこそ、好物は、豆腐と語るが、かつては、味がしないし、歯応えもないとして苦手だった。30歳を過ぎた頃から、食べ物の好みが変わり、豆腐を、美味しいと思えるようになったが、その頃には、両親は店を畳んでいたため、 それを残念に感じたという、読売新聞2008年5月26日付長官でのインタビューより、2009年1月27日に死去したという情報が、サイワッチのメルマガで流れ、一時期ネット上は、騒然となった。同年1月29日付の公式サイトの更新で、他界したのは僕ではなく母、去年81ですと、コメントが書き込まれ、事態は、 収束に向かった。NHK 大河ドラマは毎年見ている。特に戦国時代ものが好き。できれば大河ドラマナレーターをやってみたいと述べている。UFO 大戦争を戦え、レッドタイガーでは当初レッドタイガーの声を演じていたが、声が若すぎてイメージに合わないという理由から第4話で降板した。2007年発売のスーパー戦隊文シネマ。 ゴーゴー戦隊冒険者 vs スーパー戦隊では、スーパー戦隊30作目の記念として生み出されたキャラクター、アカレットの声を演じた。また、その4年後の2011年放送の海賊戦隊ゴーカイジャーでも放送前の CM ナレーションと第2話に登場した謎の赤い戦士、後にアカレットと判明として声を演じるなど、スーパー戦隊シリーズにおける節目の作品に、 出演している。名探偵コナンで演じているアムロトールはアムロレート古谷にちなんで名付けられている。古谷は大のコナンファンであり、劇場版第20作純黒の悪夢の公開を記念した赤井周一役の池田周一とインタビュー形式の対談でキャラ名に自身の本名が入っていることを嬉しく思う胸を原作者の青山豪昌に直接伝えたと語っている。 2016年3月にイスラエルのプーリームでコスプレイベントにゲスト出演した。若い頃は自分と同様に数多くの熱いヒーローを担当していた神谷明に対してライバル意識を持っていたと自伝で明かしている。共演の多い声優には男性では古川俊夫、鈴置弘隆、堀川亮、女性では小山真美、半恵子、鶴ろ美、 渡辺直子などがいる。特に、鶴とは、恋人、両思い、片思いなど、恋愛の絡む、役同士での共演が多い。鶴との共演が多かったことに対し、古谷は、互いの声が合っていたのでは、との見解を示している。また、仕事がやりやすいとも発言している、気まぐれオレンジ、ロードキャストトークよ。ドラゴンボールでも、古谷イコールやむち鶴イコール、ブルマと、 恋人役を共演していたが、話が進行していく内ブルマは、ベジータと結婚してしまう。古谷は、週刊少年ジャンプのパーティーで作者である、鳥山明に抗議したが、だってヤム茶は、浮気者だから、仕方ないでしょ。と鳥山に言われたという。私生活では、声優の小山真美と1976年に、結婚し1983年に離婚した。その後、 同じく声優のマジマサトミと,と1985年に再婚し、現在はマジマとの間に設けた一人娘の父親である。古川とは互いの家を行き来するほど仲が良いという。また、鈴沖も親友として知られた。この他にも広い交友関係を持つ。年が近い水島博とは、通る、優と呼び合う中、実際は古屋の方が2歳年上。 正徒史、聖夜で水島がシドと場のに役に挑戦するのに、悩んでいた時には、言うならできるよと言って励ましたという。また、カンフー映画の吹き替えにおいて、古谷は一時期運表専属の吹き替えも担当していたため、サモハンキンポー専属の水島とは、共演が多い。カーグラフィック TV のナレーターを20年以上務めているが、古谷自身も20歳代の頃から自動車にこだわりを、 持っている。免許を取って、初めて乗った車は、父が乗っていた、スカイライン1500デラックスのこと。声優業の他に、雑誌やインターネット上のコラムもいくつか連載している。自作でデータベースなどを開発するなど、マルチな才能を発揮し、パソコンの強者としても知られる。徳永秀明の熱烈なファンであり、古屋の主演作、ドラゴンクエスト、アベル役で、 徳永が前期エンディングテーマ、夢を信じてを担当することを知った際には、非常に感激したという。夜のヒットスタジオスーパーでは、徳永が出演した際に、古谷も出演していたことで対面を果たしている。初めて購入したパソコンに、ヤマハの MSX-CX-5 を挙げており、MSX のプロデュース元であるアスキーの月刊誌、MSX マガジンでも、 1993年の同志休館まで連載を持っていた。パソコン通信時代からネットコミュニケーション上でファンと直接交流をとっている。前述した連載コラムの中にはパソコン関連のものもあり、声優としてのフルや通るというよりはパソコン通りとしての側面がクローズアップされているものもあり、かなり専門的な内容となっている。パソコンパーツ専門店である ドスパラの店頭イベントでもたびたび出演している。ニフティサーブ前世の時代は、自身がアフレコの様子を毎回報告し、頻繁にオフ会を開催するなど、ファンサービスの域を超えた活動が人気となった。インターネット時代以降は、自身のホームページやネットワークゲームなどを開始、長きにわたりファンと交流の場を設けている。PS2 ゲームの機動戦士。 ガンダムのネット対戦に参加したこともあるという、チャットも行い参加は告知していた。しかしそれゆえに、自身の作品の抱負やプライベートな報告のみならず、キャスト交番のほか、機動戦士、ガンダムの共演者だった井上洋、鈴置弘隆、戸谷浩二、曽我部和幸の不法を相次いで報告せざるを得ない状況をも生んだ。特に、井上と戸谷のケースは、 古谷からの発表ではなく、ファンが噂を聞きつけて質問し、古谷が返答せざるを得なくなったものである。しかし、古谷は常に、個人の所属事務所や遺族に事前に確認を取り、正式に不法を伝える許可をもらった上で、ツイートをコメントを出していた。また、複数の作品で、共演経験もある、富澤道恵が引退と報道された際には、その報道を目にした一人として、 自身と富澤の所属事務所である青にプロダクションに確認を取り、事実を把握。自身のウェブサイト上で発表し、引退報道が誤りであることをファンへと明らかにした。上記のように1八十六年放送のテレビアニメ、聖闘士聖夜では、主人公、聖夜を演じ、二千三年の OVA、聖闘士聖夜名をハーデス十二グ編と二千四年の、 映画、聖闘士、聖夜展開編助オーバーチュアでも引き続き担当したが、2005年の OVA、聖闘士聖夜名王、ハーデス名改編からはキャストが一新され、聖夜の担当声優も、古谷から森田誠一へ交代した。これは、オリジナルキャスト陣の声変わりが理由である。12グ編は、テレビシリーズ終了から13年ぶりの制作であり、 長いブランクによるオリジナルキャスト陣の性質の変化がファンからも刺されていた。原作者の車田正美は古谷が演じる聖夜にこだわりがあったため古谷は残してそれ以外の声の変化が著しい出演者数名の交代を求めた。しかし古谷は長年のチームワークを優先し若手との共演を前主とせず拒んだためやむなく古谷を含む全員が交代することになったという。 その後、2012年放送のテレビアニメ、生徒史、聖夜ウムで、古谷は8年ぶりに聖夜の声を担当。本人は、この年になってもう一度演じることになるとは、思いもしなかったと語っている。なお公式サイトでのコメントによると、2006年に紫龍役の鈴置が死去したため初代のメインキャストが全員揃うことが不可能となってしまい、キャスティングに関するこだわりはもうないと。 また、オメガの聖夜は30歳前後の設定であり、旧作より十数年未来が舞台である。役に対する、入り込みは相当なもので、正当時、聖夜のオーディションの際、聖夜と同じ格好、スリムのジーンズ、スニーカー、赤い T シャツの袖をまくり、赤いリストバンドでアフレコに臨み、劇場版の舞台挨拶もこのコスプレで回った。アムロレイは、 知名度の高さから、古谷本人が演じるキャラクターの中でも、セリフがパロディとして使用される場合がある。アムロのモノマネをする、バカイオサムに対して、共演者の半傾向が似ていると認めているのに対して、古谷本人は、性質は似ているとは思いません。喋り方のニュアンスは似ていると公式サイトの掲示板で、コメントしていた。後に対談で、彼のことを認めており、応援もしている。 胸の発言をしている。現在は関連イベントで多く共演している。主要キャストとして出演している。関係上、ガンダムシリーズにはこれまで人物や物語に主な関心があったが、昨今はガンダム関係のゲームを自らプレイする機会が増えたことから、モビルスーツへの興味も増してきたという。ホームページ上のコメントでは、アムロが登場した初代ガンダムや、 ニューガンダムのほか、シャー専用ザク、ドム、ギャンなどのシンプルなデザインのものを好むと語っている。また、劇場版、ガンダムの DVD 特典映像では、ティターンズ仕様のガンダム MK2 の名もお気に入りに、挙げている。1996年に放送された、機動新世紀、ガンダム X では、ファーストニュータイプの DOME の声優に、古谷を起用する案もあったが、 高松真二の古谷さんにお願いすると自分の意図するニューイップの意味が変わってしまうという意見で没になった。現在ではガンダム関連のトークイベントや舞台挨拶の場に上がる機会が増えたが持ち前の社交性から率先して場のトークを回す役を買って出る場面も多い。機動戦士ガンダムシードに対してはファーストとストーリーが似ているなどの若干批判的なコメントを 語った一方、主に女性像などを中心に、ファンの裾野を広げてくれたことには、関しているともコメントしている。特にイベントでは、シャア・アズナブル役の池田秀一との共演機会が多く、その舞台裏の脇あいやいとした様子は、ガンダムエース史上で漫画として描かれている。機動戦士、ガンダムシード連合 VS、ZA i T のイベントでは、ゲスト出演して、 かがりゆらあそは役の進藤直美のストライクルージュと対戦、古谷は、アムロはやっぱり主役機と言って、フリームワンダムを使用し、アムロ、フリーダム行き、マースといった。ゲームなどにおける、アムロ役のアフレコのオファーがあった場合、過去の作品を見直して復習し、シチュエーションなども考慮して演技プランを練り、当日に臨むという。この点に関しては、池田修一が、 過去の作品はあえて見ず、その時点の新鮮な気持ちで解釈した、シャアの姿を演じるとしていることと交代症である。なお古谷は、池田と対談した際に、復讐するために、テレビ放送時を見返すたびに、当時の僕はアムロを大人っぽく表現していると感じる、と述べている。スーパーロボット対戦シリーズではアムロが、フィンファンネル、と叫んでいるが、このセリフは、原作では、 叫んでいない。音声付けのシリーズ作品では、アムロが発する特殊セリフが、新作ごとに追加されているため、音声付けの作品にはほぼ毎回進録を行っている。また、同シリーズでは古谷が声を演じた、鋼鉄ジーグも登場することがあるが、ジーグは、ガンダムやシャアに対して、ガンダム、もしくは、シャア、鋼鉄ジーグが相手だ。 という声優つながりの特殊セリフを喋ることがある。バンダイと NTT が提供するネットワークゲームガンダムネットワークオペレーション5ののプレイヤーとしても知られている。バンダイ本社ビル内のエレベーターにてアムロの声で上に行きます。等の音声案内が設定されている。2005年に上映された劇場版ガンダムの舞台挨拶において古谷本人としては 主人公のカミーユ美談を演じたかったとコメントし、それを受けた総監督の富野義行は、古谷はカミーユにしたくないから、アムロにしましたとコメントしていた。テーブルトーク RPG、TRPG を扱っていたメディアミックス氏、ラカウトにコラムを連載していた縁で、同市上で、機動戦士ガンダムを題材とした TRPG セッションへの参加を持ちかけられた際、いいですよ。 でも、ボクシャーやりますからねと発言。その後本当に、シャー役でセッションに参加した。同席した他の参加者によれば、機動戦士ガンダム逆襲のシャーのセリフを即興で多数引用、アメロの声なのにちゃんとシャーしていると皆を納得させたという。かつて古谷がゴノなどのガンダム関連ネットワークゲームで、所属していたチームには、クオンの青月、 九道青月隊などのチーム名が付けられていた。また、UNIVERSALCENTURY.net ガンダムオンラインでは、ブルームンという隊に所属していた。2007年11月、テレビか奈川の、サクサクに出演。バンプレストの一番くじ、機動戦士ガンダム脱戦士編のプロモーションで、バンプレスト候補のハッピーか清か、ダッキー和歌山の子分と共に、 屋根の上に登場。ハッピー柿岡が終始シ,シ,シャーマスクを装着して商品説明する中、古谷はフリップを持たされるなどしたが、ところどころ一番くじの景品をネタにセリフを言ってもらえた。古谷の出演に際して、スタジオ観覧者も異例の人数となった。2007年10月放送の機動戦士ガンダム00以下002ナレーションとして出演。 TV シリーズのガンダムにアムロ役以外で参加したのは初である。古谷はガンダムシリーズではアムロ以外の役はやらないという課題、信念がありずっと断り続けてきたが、2006年にアメリカで行われたアニメのイベントで、古谷が鋼の錬金術師ファンだった、延滞はした監督、水島誠治にナレーションならどうですかと交渉された。ナレーションはキャラクターではないことと、 池田周一が、機動戦士、ガンダムシードディスティニーで、ギルバート・デランダル役で出演したことも、出演の背景にあった。自身は、やるからにはファーストを超えると語った、2007年のキャラホビ2007での古屋の発言にて、とはいえ、零レ々レでは結果として、青い月、昇るという名の新人声優という触れ込みで別名を、用い、リボンズ・アル・マーク役として、キャラクターを演じている。 本放送中は、青月と古谷が同一人物であることは、正式に公表されておらず、雑誌のインタビューなどで青月として顔出し出演する際は、サングラスを着用しただけの簡易なものではあるが、変装し上で登場するなど、古谷とは別人の青月、登としての扱いが、ほぼ徹底されていた。その後、放映終了後に行われたイベントにおいて、 青い月の正体が古谷であることを正式に公表した。同時に、リボンズ役を別名義で演じていた理由について、古谷徹の名が出ると、たとえ一言でも何か特別な役だと深読みされてしまうからという水島監督の意向によると明かされている。この青い月、登るという名は、前述のオンラインゲーム、ガンダムネットワークオペレーションで、古谷が隊長をしていた舞台名が、 青い月帯だったことに由来する。この舞台名は、薄紫で甘い香りのする、ブルームーンという古屋が、最も好むバラにちなんで名付けられている。劇場版、霊レ霊レでは別キャラクターである、EA 霊役でも出演しているが、こちらではすでに正体を明かしていた後の公開でもあり、古屋トールの名義で出演している。一方で、その後の作品でリボンズ、または、 SD のリボーンズガンダムを演じるキワは引き続き、青いずき、昇る名義を用いている。また、霊霊関連以外の作品では、2014年に公開されたアニメ映画劇場版、世界人初恋、横沢隆史の場合出演時に初めて、青いずき、昇る名義を用いている。青いずき、昇る名義のツイッターアカウントが存在する。 ツイッターを始めた理由は、世界一初恋の感想を知りたかったからとのこと。また、青いずきとして始めたツイッターより少し遅れて、古屋としてもツイッターを始めており、青いずき、のぼるくんがツイッターにハマってて、あまりに面白そうだったから始めることにしましたとコメントしてる。どちらのアカウントでも、互いのことをツイートしたりする際、それぞれ別人としてツイートしている。青いずき側では、 古谷先輩、古谷側では、青月くんと呼んでいることが多い。太字は、メインキャラクター、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。